皆さんこんにちは。遠州のピアノご存知ですか？遠州は2019年に設立された遠州楽器製作株式会社さんが製造するピアノブランドです。鋭角なデザインがモダンでかっこいいこのアップライトピアノは遠州の E121 というモデルです。僕が何よりも心惹かれているのは遠州楽器さんの美しい音色が流れる世界を作ろうという言葉です。その一歩となる E121 を弾きに来ました。さて今回お邪魔したのは音楽館ピアノプラザ広島店さんです。たくさんのピアノがずらりと並ぶまさに夢のような空間でした。1時間程度の予定でお邪魔したのですが、スタッフさんとのおしゃべりが楽しすぎて気がついたら3時間もいてしまいました。めちゃくちゃ楽しかったです。では早速お目当ての遠州を弾いてみましょう。まずはバッハの平均律クラビア曲集第1巻より第8番のプレリュードを弾いてみました。この作品は和音とメロディーというシンプルな作りなので、このピアノの透明感のある響きにぴったりだなと感じましたね。どうですか、この歌心にあふれたメロディー。思わず自画自賛してしまうくらいピアノそのものが助けてくれますよね。一方でこの中低音あたり、僕の好みではよりふくよかな音色が欲しいなと感じました。続いてシューベルトの即興曲作品142-2を弾いてみました。和音の中からどのように旋律を打ち立たせることができるのか、また強弱にどのような差を出せるのかを聞いてみます。よく歌うことのできる音色なので旋律もくっきり聞こえますよね。さらに和声の変化による色彩の移り変わりにもよく反応してくれます。強弱の変化もはっきりと伝えることができ、よく反応してくれる感じです。欲を言うならば、フォルテの和音の共鳴の仕方が少しざらつく質感に感じました。ただこのあたりはきっとこの楽器の所有者さんと調律師さんで年月をかけて育てていく範疇かなと感じましたね。E121 の特に素晴らしいと思ったところはこのタッチです。アップライトピアノは時として鍵盤が下がる速度が一定に感じてしまうのですが、このピアノはきちんと鍵盤が下がる速度がタッチによって変わってくれます。続いてカッチーニのアベマリア、吉松隆さんの編曲のものです。美しい高音域がどのように聞こえるのか確かめたくてこの曲を弾いたのですが、メロディーだけでなく内声部や下声部まで豊かに聞こえ、とっても幸せな気持ちになりました。
さらにグラナドスの嘆きマハとヨナギウグイスを弾きました。こちらは幅広い音域をどのように響かせることができるのかに着目し弾いてみました。いかがでしょう。豊かで繊細な表現が可能な楽器ということが伝わると嬉しいです。ここでも僕が驚いたのは、各声部が混在せずに弾き分けることができることです。 E121 がさらに良くなるために欲しいなと思う点は、高音域の音質ですね。若干貧弱に感じられました。またペダルの聴き方が、踏み代を全て踏み込んだ時と半分程度踏み込んだ時であまり変わらないように思いました。この2点を所有者さんと調律師さんで年月をかけて育てていけば、きっと宝物のような愛機へと変わってくれる素晴らしい楽器だと思います。最後にもう一度バッハに立ち返ってきました。これだけの水準の楽器を圧倒的なコストパフォーマンスで実現されていることに本当に驚きましたね。遠州さんはグランドピアノも製造されているとのことなので、ぜひ機会があれば弾いてみたいと思いました。それでは。